うまいっすね。本当にすごいうまいっすね。だから倉林選手も本当に良さがすごい出てたんで、はい、本当に次の試合も、次のベルトになってまた再起してほしいです、ね、はい、ありがとうございます。延長1ラウンドを行います。それではこの後最後です。青コーナーより挑戦者大久保俊選手の入場です。はい、ダブルメインイベントですね。クロスオーバープロキックバンタム級タイトルマッチ3分3ラウンド延長も1ラウンドございます。はい、まず入場してまいりますのは修徳会大久保俊選手でございます。青コーナまいりました。青コーナー修徳会大久保俊でございます。楽しみですね、田村さん。はい、メインですからね。青コーナーです。大鳥現王者星優雅選手の入場です。はい、続きまして入場してまいりますのは赤コーナー、はい、ID ジムチャンピオン星優雅でございます、はい、クロスオーバー初代アンダー53キロ級王者、はい、強いですよね、星くん。強いですね、バランスがいい。はい、あと花がありますよね。そうですね、やはり。いや、会場が盛り上がってますね、田村さん。素晴らしいですね。はい、そして後ろにはですね、渡辺会長。そうですね、はい、こちら解説でもおなじみの渡辺会長が、はい、教えんのが本当上手なんだと思うんですよね、はい、出稽古に行ってる選手もいっぱいいるんで、はい、はい、それでは、アイドルジムの、星優雅でございます。それではまずはチャンピオンベルトが披露されます。チャンピオンベルトが披露されます。続きましてベルトを挟んでの、写真撮影を行います。両選手中央へお願いいたします。はい、この星優雅なんですけども、はい、田村さん、はい、クロスオーバー19で矢島直也選手に勝ってチャンピオンとなったという形で、はいはい、その、まあ、初防衛戦そうですね、はい、その時が本当膝使って、ま、両選手に激務賞が届いております。1ラウンドずつに渡辺会長が作戦多分変えてたんですよ。あ、はい、最初膝なんて打ってなかったんですけど、はいはい、それがめちゃくちゃ印象ですね。なるほど、細かい。そうですね、はい、宮城谷様、株式会社三景様、熊谷由様、平井照時様。続きまして赤コーナー星選手、株式会社アルファデザイン会長小池ヒルト様。以上の皆様より激励賞が届いております。はい、激励賞ありがとうございます。素晴らしいですね、うん、だからあのクロスオーバー19で、矢島選手に勝ってからその後ですね、はい、そのライズ、そうですね、171、はいはい、伊藤龍之介選手ですか、そうですね、判定勝ちされてますね、はい、本日のダブルメインイベント、クロスオーバープロキックワンタン級タイトルマッチ3分3ラウンド延長1ラウンドを行います、はい、青コーナー
挑戦者 51.70 キロ習得会所属大久保シェーン。はい、挑戦者ですね、習得会青コーナー大久保俊でございます。いい顔してます。赤コーナー 52.95 キロアイニールジム所属初代クロスオーバーキックバンタム級現王者星優雅。はい、アイディールジムの星優雅でございます。クロスオーバーですね、初代53キロ王者。ベルト取った時より、はい、顔が王者っぽくなってますね。あ、そうですか。大人になりましたね。あ、でも大久保選手もベルトでかける思いめちゃくちゃ強いと思うんですよ。クロスオーバーエクストラ4で、うん、星野光大選手、あの星野光大に KO 勝ち。そうですね、はい、そうやって上り詰めてきて、これが最後の試合でございます。はい、おスピード伸びなんですよ ね、大久保はステップもすごい使うんですよね。はい、そう、前蹴りが身長差がかなりあるんで、はいはい、多分星選手はそこを生かしてジャブだったり蹴りついて、はい、優位に進めようと思ってるんじゃないですか。18センチ差ですね。すごい違いますよね。はい、さあ、ただスピードといえば大久保でもあるので、ただこれどうですか、この星優がこう詰めていく感じ。そうですね、ジャブがいいですね。めちゃめちゃジャブついてるんで、はい、大久保選手からするとやりづらいと思います。ワンツー、膝が星選手うまいので。そうですね、膝につなげる、もしかしたら、あれなのかもしれないですね、パターンなのかもしれないですね。さあ、残り時間2分。距離感がすごいですね。遠いところからローも効いてると思います。はい、大久保選手の、はい、おっと、マクブロー、星選手ジャブつきながらしっかり前に出てプレッシャーかけて、はいはい、かつリーチ生かしてるんで、今のハイキック、はい、ミドルキックハイキックくらいの足の長さ。おっと、これはダウンを取った。これはダウンを取りましたね、田村さん。はい、今の距離的にはどうですかね。はい、はい、そして、残り時間が、ね、わー、ナイスだ。まあ、作戦でしょうね、多分これは。はい、前日の会見で、今まで会長とやってきたことを信じて自分の戦いをすると星優雅が、本当多分その通りだと思います。はい、会長との作戦を遂行すると。さあ、ただこの追い込んだと多分これ聞いてますよね。これはえぐいぞ、星優雅。あれですよね、スピードが売りの大久保俊が少しこの逃げられないという、ちょっと逃げられないですね、ステップで。はい、逃げられなくなってますよね。はい、追い詰めてますよね。これ多分左ミドルも右ミドルも蹴ってるんで、はい、これ逃げられないんだと思うんですよ。はい、なるほど。はい、右打ったら左打ったら右を打つんで、逃げられないんですよね、どっちでも。これめちゃくちゃうまいですね。それをこう変にして、でこうやってステップで入っていくんで、はい、めちゃくちゃうまいんだと思うんですよね。こういう膝が効果的ですよね。はい、そうそうそう、はい、ちょっとあれですね、大久保選手の鼻が、はい、でもガチャガチャにしちゃうしかないですよね、はい、今のところ大久保選手からしたら。ただ大久保選手としては今まで足で混乱させてきた、はい、ね、あの動きがですね出せれば、ステップが非常に上手なんですよね、やっぱり。はい、はい、そしてその大久保なんですが、53キロ最強は俺ですと、正々堂々楽しい試合をしましょうという前日のコメントがありました。はい、大久保選手がここで、はい、多分セコンド側の指示で何か変えてくるか、はい、まあ、変えてくるとは思うんですけど、逆に渡辺会長の方もどんな指示出してくるのか、まあ、変える必要ないと思いますけどね。はい、今の形だと、はい、もともとベースとして狙ってる、はいはいはい、そこに持っていこうと思ってたんだと思います。なるほど、分かんないですけど、
それが今ハマりすぎてるので、ね、っていう感じですよ ね、 ね、はい、これが今の攻撃がその星優雅選手がうまくハマったという感じになるので、はいはい、あとはもしかしたら渡辺海斗的にはもっと上を見させて、はい、いろんなパターンを試してくる可能性もありますね。なるほど、はい、それではあの正信さんやっぱ1ラウンド見ていかがですか。やっぱそうですね、星チャンピオンがうまく自分の武器生かしてダウンまで取って攻めてるなってところですね。そうですね、はい、そして第2ラウンドが始まりました。そうですね、大久保俊選手の持ち味スピーディーな、だそこをさせてないような印象の、そうですね、はい、星優雅が大久保選手タイミングのいいパンチがすごい武器なので、はい、今倒しに行ってる時の星選手結構倒すことに集中しすぎてるので、はいはい、そこちょっと警戒しながら、なるほど、大久保選手は逆にそこチャンスなので、はい、狙い続けた方がいいと思います、はい。ただあれですよね、大久保俊介はのスーパーマンパンチだったり、今もスーパーマンパンチの手前でも星優雅が詰めちゃってるとか、そうですね、やっぱりリーチ差はさせないみたいな感じで、18センチですね、身長、はい、そうです、はい、リーチ差だともうちょっとあると思うので星チャンピオンからすると今のところやりたいようにできてるのかなっていうような、やってる間お前勝ちだからな。さあ少し鼻血が出ておる、大久保選手、赤ローブの注意が入ります。再開します、はい、今のローブローに注意が入りました。もっと速いローキック、そうですね、こんな感じで、はい、引きたいですね、大久保選手としてはガチャガチャーと行きたいですね。大久保選手はガチャガチャとちょっとトリッキーな、はい、はい、ですよね、基本的にトリッキーな、そうそうそう、はい、おっと前蹴り打つのは大久保、うわうまいうまい、はい、今のワンツー、そして飛び膝、はい、早い止めました、ダウンですね、確かに絶叫が、これは強い、いやー渡辺会長してやったりというような感じでしょうか。いや嬉しいと思いますよ、笑ってます笑ってます、いや本当に渡辺会長の申し子なんですよね、はい、3兄弟多分、なるほど、めちゃくちゃ本当にこうバランスよくしっかりこう、はい、蹴って殴って、はい、追い込めてるんで、はい、めちゃくちゃうまいと思います。だから下手にこう追い込まないように見えて、ああいう風にいけるときはもう追い込む、ないっすね、はい、なんかその最初に田村さんがおっしゃったように顔つきが変わったと、そうですね、王者の風格が出てきたと、色気出ましたよ、ね、色気が出てきたと、はい、そういった意味で久しぶりの防衛の試合でもあったので、はい、クロスオーバーでは、はい、またちょっと今までの印象とも違う、そうですね、可能性もありますよね。クロスオーバーでちゃんとチャンピオンとしてって言ってくれてるんで毎回、はいはいはい、なんかライズとかに出てても、はい、クロスオーバーのことを言い続けて、はい、なんかもう盛り上げてほしいなと思いますけど、ね、やっぱりそういうあたりもあれですよね、うん、渡辺会長の教えが教えが入ってると思います、はい、間違いなく入ってると思います、はい、いやー面白い試合で、これもちょっと大久保選手 もう完封されたというところでしょうかね、これ大久保選手も3兄弟ですね、確かに、あそうです ね、 ですね、はい、この資料、はい、資料ですね、はい、書いてあります、はい、そしてですね田村さん、はい、田村さん、これあれですよ、この後マイク、はい、どういったことを喋るのかちょっと注目ですね、これそうですね、はい、僕は渡辺会長に向けて言うと思いますけど、感謝の言葉でしょうかね、はい、と思いますけどね、はい、この子いい子なんで、はい、やっぱりそういうことができてるっていうのはそうですよね、田村さん、はい、まあ、そういった感謝の言葉があったりするとは思うんですけども、そうですね、はい、やっぱりあれですね、正信さん、この後の星優雅のマイクが非常に楽しみですね。そうですね、はい、やっぱり本当に田村さんが入場の時から言ったみたいに本当にチャンピオンとして、はい、表情も全然変わってきてると思うので、ね、はい、チャンピオンとして防衛戦も達成して、ここから先のコメントっていうのは非常に楽しみですね。いや、この三兄弟、これが三兄弟ですね。
それでは見事防衛を果たしました星優雅選手にマイクをお願いしたいと思います。こんばんは、アイディルジムの星優雅です。約1年ぶりのクロスオーバーの試合で、防衛戦を組んでくださったクロスオーバー様、また大久保選手ありがとうございました。そして、この試合まで、一緒に仕上げてきてくれた伊藤先生、ジムの仲間たち、応援してくださる皆様ありがとうございます。ちょっと自分がその理想としてた形とは違った試合にはなってしまったんですけど、まあすごい防衛戦っていうこともあって、やっぱいつもと違うこうなんか変な緊張感だったりプレッシャーを感じてしまって、まあそこを乗り越えられたのは、まあ一つ良かったです。ありがとうございます。で、まあ、これから僕は53キロ王者として、防衛を続けて、このクロスオーバーという団体の、チャンピオンの強さを、どんどん広げていきたいです。これからも、強くなっていくので応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、素晴らしい。見事なノックアウトがしてタイトル防衛を果たしました。星優雅選手に、今一度盛大な拍手をお願いいたします。はい、ideal ジム、星優雅タイトルマッチ、防衛しましたね。はい、素晴らしい試合でございました。ダブルメインイベントは終了でございます。はい、